おばんざーい。来ました。今日もまた新たなゲスト、超大物です、超大物です。じゃーん。小野伸二さんです。よろしくお願いします。見てください皆さん、今日は私コンサドーレのユニフォームを着ております。俺に着てないんだけどね。今日はちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日の、ゲストは、我らが79年組黄金世代のですね、もう太陽、小野伸二さんです。よろしくお願いします。今日はちょっと、バンド NHK の今解説を今終わりまして、素晴らしい勝利、2対0、アンデルソン・ロペス、金子選手、金子拓ロッペンってちょっと放送でロッペンみたいなの知ってた、 NHK だったけど、金子拓ロッペンとかって言ってしまったんですけど、残念ながら今日は小野伸二はちょっとメンバー温存だね。フルス相手に温存。そのあたりはですね、まずちょっと入りとして、コンサドーレ、札幌に帰ってきた、この経緯みたいなのをちょっと教えてもらってもいいですか。優しいお声があったので、少し考えましたけど、行ってまだ1年半とかね、そんな出てからそんなもんだったんで、少し悩みましたけど、やっぱりこういい環境で、レベルの高いことね、またできる。やりたいなっていうのはすごく思った。確か去年の年末、ちょっと、違う番組で、カジと3人で対談して、その時に、あの時まだ琉球の対談発表されてなかったね。なかったけど、発表されたと。あの時もこれから未来どうしようかみたいな話もしてりながら、まだ何も決まってなかったから、どうなんだろうなって思って、何かなるようになるんだろうと、それで何もね、逆に何もなかったら逆にもうそういう道にしかね、去るしかないんじゃないかな、くらいな気持ちだったので、そういう中で、そういうか、やってもらえたっていうのはすごくありがたかった。41で J1 復帰、これはちょっとどうですか、そのやっぱ J1 復帰という意味では。嬉しい反面、まだ厳しい自分の、環境を厳しく送っていることになるわけで、なかなか J1 もないだろうとか、っていうのを考えて、いろんなことを考えて、選択したわけなんです、でもその中で、練習やら、プレーシーの中で試合だと、やらせてもらってる、すごい楽しい。これね、ちょっと前回中村健吾とちょっといろいろやって、結構健吾にはグイグイ前に行ったんやけど、シンジの場合これ以上ちょっと力あれへんねん。このシンジのさ、このなんていうの、この目線というかさ、この優しい目線の中でのこの鋭い目線があるからさ、頭近づいて怒られそうな感じするね。怒りはしないけど、近すぎるから 見にくいね。もう老眼だねこれ。いや本当にね、もうやっぱこの同い年でありながら、やっぱもう昔からやっぱりこのね、この見てた、このやっぱり同じあれやで、同じ年でワールドカップ出てるんやで。いやそんなことある。運よくね。そうでしょ、運が良かったよ。あの98年ワールドカップ、今の思えばすごいなって思う。ね、あの当時はもう無我夢中だし、何がもう何だか分かんない、J リーグも入ったばっか、プロになったばっかだし、高校卒業するまんまだったから、なんだこの環境はと思いながら、でも本当にね、あの高校を卒業する前に、ワールドカップが決まったの、岡野さんのメタの直後ぐらいに、大竹先生、清翔の、を目指せ、ワールドカップ目指せって言ってくれて、確かに。目指さないわけにもいかないなと、でもそんなね簡単なことじゃないし、
っていう中で、まあ、浦和行ってね、開幕から試合出させてもらったっていうのはすごくやっぱりそこに繋がったのかなと思いました。そんなこれことあります？だってそんな目標としてこの添える自体がね、捉える自体が俺らね考えられへんかったで。まあ本当に運が良かったんでしょうね。いやでもまあまあね、前々からちょっと話もいろいろ聞いてるけど、まあ、小さい頃というか高校ぐらいの時の目標というか、うん、まあまあそんな高校というかさ、はい、前からも世界でもね。これですよ。世界で一番うまいですね。うまいというかね、世界一の選手になりたいっていうのはやっぱもうずっと思ってました。あ、まあね、まだ中学2年に初めて J リーグができて、それまでってね、夢とか目標っていうのはもう、そうね、ある意味こう漠然としかなかったから、だったら世界一になろうっていう気持ちを持っていつも練習してたし、で誰よりもね、サッカー楽しんでたなっていうのはすごく思います。皆さん世界一目指しましょう。世界一を目指さないとこの信じになれない。目指して今ここに。いや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 、だってそっからだってね、オランダも列入って、オランダフェーノールトも行ったし、ドイツも行ったし、オーストラリアも行ったし、まあいろんなね、国も行かしてもらい、いろんなクラブを渡り歩いてね、うん、まあ、本当にいろんな経験をさせてもらったなと、うん、どこもやっぱいい環境でやらせてもらったんで、だってフェイエノールト、あの当時なんで、やっぱりウェファーカップっていう、まあ、チャンピオンズリーグの下のカップ戦で優勝してますから ね、 すごいよね。もうあの時も逆に言ったら、まあ、1年目、ね、入って1年目だったし、うん、まあ、4試合目、5試合目ぐらいにスタメンになって、うんうん、でそこからまあずっと、ね、試合で出させてもらってきたんだけど、うん、まあ、なんかあっという間に1年終わったなって感じ で、うん、で最後はね、そういう締めくくりがあったから、うん、で本当はパレードをねやれたらもっと実感湧いたんだろうけど、ちょっとその前日にまあこんなことがあって、パレードがなかったんで、なんか本当に優勝したのかなみたいな、全然わかんなくて、どれだけでかいことをしたのかっていうのは本当にわかんなくて、で年を取ってこう振り返った時に、ああすごいことしたんだな、すごいところだ、この試合ピッチ立つんだなっていうのはすごく感じます。あん時は2000何年に行ったんや？2001年の、その夏の夏の夏、怪我したのが1999年か。あのワールドユースでね、一緒にナイジェリアで2位になってから、 その後だもんね。あれどこやったっけ、大会だったら。フィリピンか。ちょっと後ろからのタックルみたいな感じ。まあ、でも油断してたからね、本当に。柔軟対ゼロの状況で、ちょっとやっぱ、まあ、もう交代って頭であったから、ちょっとその油断がトラップに出ちゃったよね。あんなトラップしないのに、そう晒しちゃったね。なるほどね。それはやられるでしょ。それまでの男だったことだ。いや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 、でもよく言うやん、あれからちょっと見える景色が変わったみたいな。そうだね、もう正直何にも違う、もう全てが違うね。全てが違う。何にも見えなくなっちゃったし、映像、本当練習してる時の、多分映像が人と多分違うんじゃないかなって思う、なんか、まあ今その当時もそうですし、今の子たちもそうなんだけど、多分練習を本当にイメージ、その練習の中でディフェンスがここにいるとかって、もう勝手にイメージがいるから、そのボールの受ける時とか、ディフェンスがこっちにいるんだとか、こっちにいるんだとか、で、その後ろとかも全部、全てが俺の中に、頭の中ではもう試合が成り立っちゃってるんですよ、ね、常に練習の中で。だからこそこうトラップして、だからディフェンスはこう動くとか、だから俺のパスはこうしなきゃいけないとかって、なんかそういうイメージがもう常にあったんだけど、いつの間にかもうそういうのが一切、あ、なんか違和感あんな、練習の怪我があって、なんだろうこの違和感って思った時に、あ、そうだ、そういう映像が何にもないんだって。あ、それはもう俺からしたらもう不自然じゃん。ずっとそうね、まあそうね、まあそうね、なんかやっぱそれがあるともっと楽しい、サッカーって楽しいなっていう感覚を持ってたもんね。やっぱそこが苦しさに変わったよね、ちょっとね。
なるほど、楽しいのがまあ苦しい。そっからじゃあその99年に怪我してからはその映像はもう戻って一切ないね。こんかった、戻ってこうへんのにあのプレーしてるの。いや正直ね、怪我がなければってね、よくみんな言ってくれるんだけど、もちろんそれはね、自分もそう思うし、ただ、まあ、ね、結局はね、こういうのって、ね、必然的なもんだから、勝利おめでとうございます。これは、この社長とこの新次とのこの絆ですよ。ここは使わなくていいから、社長のおかげで僕は今あります。前こと言ったらしい。いや、本当に社長のおかげで。でも本当にね、社長がいてくれてこう誘ってもらえて、またこの2回目こう来させてもらったのもそうだけど、でも社長と話してるといろんなことがやっぱ共感できるから。なるほど、今共感できるけど下テロップ入れてもらじゃあ、もうそんだけ今日は放送でも、ね、野々村社長がもうすごいんやってもう連呼してたから。何食べたい社長、ありがとうございました。最高。いやー、でもいいタイミングだってね。でもこういうやっぱね、やっぱ関係性っていいよね、チーム作る上でね。練習場とかも本当まめに来るし、でピッチの上で出演者、ね、会話したりとか、いろんな選手に声をかけたりとか、で、まあ、もちろんね、こうにこやかにこう過ごす時もあれば、こういう試合でね、まあ、試合展開にもよるけど、厳しいことも言うこともあるし、もうそういうのやっぱサッカーもよくね、もちろん、ね、プロとしてやってきた人ですし、でまた今度クラブを立て直す人にもなってるから、すごいやっぱそういうのが。全て分かってる人だから余計になんか一緒にいてこういろんな話してあすごいなって思うね。こういうのを小野伸二に言ってもらえるのが嬉しいよね。いや大先輩。いやー、なんか俺も褒めてほしいもん。待って、いやいや、バンちゃんすごい。ハンカー俳優レベル、この後レベル2。これね、まあね、こうやって新しいこうステージをこう見たみたいなのもあるし、それこそシンジとかやったらほんのかっこいいんちゃうかなと思うけどね。8月20日あ、よう覚えてるわ いや、バンチはね、やっぱね、こうまめにこうね、79年 LINE グループあるじゃん、ちゃんと誰かの誕生日やってる、おめでとうとかさ、一番最初にやってくれるから、でもワンちゃんのことをさ、自分では記事にさ、やっぱりそれはちょっとさ俺がやるみたいなさ、できないやん。だから俺がそうみんなにこうそう信二がやってくれたのよ、俳優デビューおめでとうっつってね。いいよ、本当にね。え、いや、みんな見てくれて、いや、このおばんざい屋でもあのムービーをね、作ったんで、2分ちょっとぐらいの、あれはもう広島の呉まで行って作ったやつを流したら、またもう信じよう。これはしっかり見てるよね。信じもやる。気になってんだよ。いややっぱりもう79年代は。そうね。こう嬉しいよ、やっぱ小野信二がやっぱ、まあ、太陽やったからさ、それはまあ、もう俺らの年代でもそうやし、これ日本サッカーにとってもそうやからさ。だってあの時にあえてね、フェイノールト行って、その世界一の、ね、選手になるみたいな感じで、もうウェアカップも取ってっていう中でさ、これなんか、それこそやっぱ世界一となるとさ、例えばじゃあバルセロナとかさ、レアル・マドリードみたいなイメージなわけやん。そのあたりだった。そうだね、まあ行きたかったよね、でも、まあそんな行きたいけれど、まあある意味ちょっとまだその当時って移籍って意外にすごい難しいし、今とちょっと違う、まあ今が楽だかじゃなくて、ただまあそういう環境で変わったら もしかしたらチャンスあったかなとかね。分かんないけど、やってみたかったね。怪我せずに、まあそこでまあまあ怪我しながらもまあね、フェイノルトは行ったけど、せずにその行ってたらやっぱイメージとしては狙ってた。まあ狙ってる、まあ上行きたいなっていうのはもちろん思って、まあ、ただやっぱりなんだろうけど、そこまでの男だもん。いやいや、そんなことないよ俺はもうやっぱそこまでなんだよ。一流やれず三流の止まりなのよ俺は。三流、いや三流やったら、シンジが三流やったら俺らもう何流になるの。五流、六流、も十流ぐらいやで、ほんまそんなんやったら
でもそれでもね、サッカーこうやってやらせてもらえてるし、そこはもう感謝だよ、ね、うん。あのオリンピックもさ、シドニーの時はだからあれ怪我してたってこと？シドニーの時は。そうそうそう、ね、でもあれで一応まさみさんから、うん、バックアップメンバーで、うん、はい、来てほしいっていうか、やっととかが入ってたバックアップメンバーかな。そうそうなんで、俺はその時、うん、まあ2000年ね J2 で、うんうん、しかもキャプテンだったからレッズでね、うん、それだったらいや申し訳ない、行きたかったんだけど申し訳ないけど、うん、こっちで試合やっぱりして J1 に上げるって方向で行きたい。あーそっか、そのりして、あの2000年の時はレッズがちょうど J2 に落ちた時だったから、もう1年で上がらなあかん。そうそうそう、で小野伸二キャプテン、うん、でコンサドーレはバンドがいる。いる。そうね。で一試合も勝てず。対コンサドーレ3分け。そうね。3敗1分けだっけ、うん、うちらね。うん。すごかったもんね。そう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 。頑張ってなかったもんね。だからまあオリンピックは、シドニーは行かず、残念だけど、その後の2004年のアテネ。アテネに、そう、オーバイジ。とタカとソガやったんね。でもタカは自然に、そうね、エコノミーでちょっとエコノミー症候群で行けんようになったから、まあ、あれでまたプラン崩れてね。そうね、タカは自分より先にチーム の合宿とかに行ったから、うん、ああそうなんやね。自分がこう入るときはもう全然時間もなかったし、うん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 、でタカいなかったし、うん、だからなんかちょっとやっぱりみんなも空気がね、ちょっと違う、なんかちょっと特別みたいな雰囲気でこう迎えられたみたいな感じだったから、あとこう チームとしてね、こう、うん、みんながまとまるっていうのにはすごく大変だったかなっていう。なるほど、期間のも全然なかったね。あんまなかったね、直前だったから。やっぱちょっとそのオーバーエイジの難しさみたいなのちょっと感じた、その時は。そうだね、やっぱり多少なりそういう時間、うん、当時ね、やっぱ海外行ってね、行ってて、うん、若い選手たちはまだそういうのを経験してない子たちが多かったから、うんうんうん、まあ、本当にそこは何かしら向こうはね、うん、若い子たちは思ったんじゃないかな。なるほどね。まあまあ今回また東京オリンピック、はい、まあ去年延期されて、オーバーエイジ、まあ、うん、まだどうなるか分からへんけど、オーバーエイジ、それほど信じ、オーバーエイジ、それほど信じ、オーバーエイジ狙いだけ、一応もうまあ、吉田麻也、酒井宏樹、遠藤航、この辺のオーバーエイジ、選ばれましたけど、オーバーエイジの先輩としてどう思います？いやいや、もう先輩なんです。だってもう彼らの方がもうね、実績も何も全てが先輩なんでね、日本でやるってわけだから、うん、ね、そこらそれなりにこういい結果をね収められるようにみんなで協力し合って、うん、あ、いいオリンピック、まあこういうね時期だし、ね、うん、みんなをこうそういう暗い世の中を明るくしてもらえるような、うん、そんな試合を、ね、試合だったり結果だったり見せてもらえたら嬉しいなと思う。かっこいいわ。シンジがまあこの選手はやっぱすごいっていうのを、まあまあ今までいた選手でベスト3を挙げるとしたら誰かいる？そういうの好きじゃないんだよね。ああ、いやいや、ごめんなさい、怒られた怒られた、ごめんなさい。怒られたやばい。